続いてはこちらです。日本のスポーツビジネス。スポーツビジネスの規模において日本と欧米にはまだまだ差があるようです。世界の価値あるスポーツチームランキングで1位に輝いたダラスカウボーイズ、その資産価値なんとおよそ5400億円。こうした世界の有名チームに日本のチームが近づくにはどんな戦略が考えられるのでしょうか。そのヴェルディがそれだけたくさんチームを持つ、運営していくっていうその財源はどう考えているんですか。例えばヴェルディのサッカーチーム と、またさらに別の組織で一般社団法人っていうのがありますと。でその中にさらに提携チームと、我々実は野球チームは独立した組織になっている、さらになので、何が言いたいかっていうと、我々 GM 自体が各競技のチームを独立して運営できるような仕組みを作らなきゃいけない、でも、これ自体大変じゃないかって思われるんですけど、でもこれができなければスポーツってさっき言ったサステナビリティの時代に永続できないんですよね。企業がお金を出すのをやめちゃったら、止血しちゃったら、もうその時点で自分たちで終わりなんで、生み出さないと、でやっぱりそのまさに小木原さんおっしゃられた、やっぱり実業団が企業スポーツで育ってきたのがこの日本のスポーツだと思っているので、これはすごく良かった部分もあるし、当然お金稼いだお金をスポーツにつぎ込んでくれるわけですから、これ素晴らしいと思うんですけども、一方でこの会社の社長が変わった瞬間にスポーツ興味ないってなったら終わりなんですよね。僕企業スポーツなんですよね、ハンドボールってほとんどが企業スポーツで、僕も実業団チームにいたんですけど、僕が入団した時は男子と女子のチームあったんですよ。ですけどやっぱり男子の方が弱かったんですね。女子の方が強かったんですけど、景気が悪くなった時に2000年に女子のチームの方がなくなったんですよ。お得意先のチームと入れ替え戦の相手になってしまったりとか、本当になんか会社にとって全然プラスにならなくて、で、一緒に代表チームで活動してた先輩たちのやってたチームも、その日本一に6回連続6連覇してたんですけど、その次の年からチームの活動縮小して結局廃部になったりとか、してたんで、もう地域の人たちにアンケート取っても僕らのチームのこと知らないんですよ。知らないですし、選手も知らないですし、で応援しようと思うと全然興味がないみたいな結果が出たりとかするので、だからこれって本当に正しいのかなっていうのがあって、やっぱりアメリカのメジャーリーグとかだと30球団あって、この10年でオーナーチェンジした会社球団ってめちゃめちゃあるわけですよ。でもそれって変わらず同じチームなんですよね。稼げるからですよね。稼げるからですよね。だからそういうふうにやっぱりどうやって永続的にこれからこのチームを運営していくか、チームを残せるかって考えた時には、やっぱり持続可能なやっぱりそのビジネスモデルをスポーツでも作らないといけない。だから応援ファンの応援したい気持ちをお金に変えるのがスポーツのビジネスってものだと思うんですよね。そうですね。そういう意味ではヴェルディっていうのはもう一応一つのブランドですから、それは非常に使えるんですけど、でもそれでもやっぱり大変だろうなとは思いますよ、ね。そういう意味では我々っていうのは例えば野球チームでいうと、一つ今柱になっているのは、今までスポーツチームって当然入場料収入と広告収入と、あとは放映権だったりスポンサーだったりすると思うんですけども、やっぱそれに頼ってるからやっぱり限界があって、当然それになるとやっぱりお客さん増やさなきゃいけない、でないと入場料入らないと。でそれ以外のビジネスモデルっていうのはインターネットの世界に変わるといくらでも作れると思ってるんですよね。それが YouTube だったり YouTube の課金だったり、多分それがいやそんなこと言ったってそんな大したことないでしょって言ってもですね、まあまあの規模になってきてるわけですよこれ。でその規模にフィットさせて組織運営をしていけば実はできて、インターネットを使えば人もいらなくなったりするもいっぱいあるわけですよね。なので経営自体も効率化を図れるし、そういうのは本当にね、 e スポーツなんていうのは最たるもんですけど、そうですよね。これだけ野球について詳しく語りますけど、熊本さんの本当の顔はブランドをたくさん作る経営者でいらっしゃるんです。もう皆さんも聞いたことがあるブランドをたくさん作っていらっしゃる。しかもそれを大手企業とコラボレーションして作るという、日本の第一人者だったりするんですね。で私もその15チームのうちいくつかは本当に独立で法人も持ってまして経営しております。でゼネラルマネージャーというのはですね、ビジネスと競技両方をゼネラルブリッジしますので、ゼネラルマネージャー、つまり企業の経営者でもあるんです。なので15チーム集まったその毎月、
大義があるんですけど、もう経営者会議として大変面白くて大変な勉強をさせていただいております。でもうそもそも半分ぐらいは中小企業でございますから、中小企業の経営ってもう理不尽なことばっかりでもう毎日トラブルばっかり起こるわけですよ。でその時に一番最後まで踏みとどまってくれるスタッフはもう理不尽な部活で、ちゃんと研鑽を積んできた人間であるという部活の、まあ、すごいあのすごい尊い人だという感じになってます。理不尽さ、はい、これを経験してるかどうかは違う。あれは大変素晴らしい経験だったというオチでございます。そのものがいいか悪いか別にして、はい、そうですそうです、それは別なんです、はい、別です。世界中の人が応援できますね。応援できるようになると、そこからお金を、会場に行かなくてもお金を出せるようになってくるっていう世界を作ることが多分新しい。象徴的な話があって、うちの、去年引退したピッチャーで亀谷君というのがいるんですね、うん、今33歳なんですけど、パナソニックでエアコン売ってるピッチャーなんです、うん、で本人も大学社会人パナソニックまでやってうちに移籍してきて、パラレルキャリアで、社会、まあ、パナソニックでサラリーマンをやりながらうちで投げてるわけですね。でこの子のブルペンの、投げてる YouTube が250万ぐらい再生されてるんですよ。で要は何が今の話でピンときたんですけども、バーチャルにいるファンっていうのは、うん、世界中もうネット状態ですから全国行ったらみんな知ってるわけですよ、うん、でもやっぱりそのリアルだったら東京だけとかその地域だけになっちゃうんですけど、このインターネットを使えばですね、僕らが沖縄に行ってもファンが集まってくるんですよ、うん、鹿児島に行っても来るんですよ。で亀谷のグローブも今発売されてるぐらい人気なんですね。今 YouTube ってそれぐらい影響力あって、野球の場合昔はその例えばイチローさんのモデルとか松井さんのモデルっていうのをやっぱり作って販売してたんですけど、今 YouTuber モデルなんです。なのでうちの亀谷のグローブとかも売れるんです、 YouTuber モデル、はい、ちなみに私のグローブも出てます。発売されてます。売れてるんですか、はい、骨格理論によってこう閉じ方が違うっていうのをこう YouTube で喋ってて、それを、まあ、形にしたグローブがやっぱ売れてたりするんですけども、それぐらいやっぱり情報発信の仕方って変わってるんですよね。それをやっぱりビジネスに取り入れていけば、まあ、ちっちゃいから成り立たない、でっかい会社だから成り立つじゃなくて、やっぱりインターネットを駆使してそういうツールを使ってバーチャルにファンを作っていけば、いくらでもやっぱり運営の仕方ってやれるんですよ。そういう時代になってきたからこそ、多分今東京ヴェルディが15競技をやっても面白いって思えるし、はい、そういったヴェルディの活動に部活動の良かったところを生かすってことはできますか。部活動のいいところって、はい、やっぱりみんながすでに認知がされていて、間口が広いですよね、うん、でクラブチームの間口っていうのは今もまだそんなに一般の人にとってみればそんなにまだ広くない、うん、というか敷居が高い、うん、告知をしなきゃいけない。だけど部活動って別に何の告知もしなくてもその学校に入った時にそこにあるじゃないですか、まあ、くせてくるからね、それからあとは大きいのはやっぱ施設が大きいと思うんですよね。部活動の施設って、多分小学校で1万2万小中合わせるとね3万ぐらい多分あると思う。使える場所があるもんね、はい、うん、でその施設を、まあ、どう開放していくか、うん、はい、この施設を使った、まあ、クラブチームがそこで活動する、あるいは部活動とのハイブリッドなんてのも考えられると思うんですよ。一緒になって、あとは持ってるものを出し合う立場から言うのはあんまり良くないんですけど、うん、部活動はやっぱただなんですよ、うん、無料でできるじゃないですか、ね、日本でいうとスポーツをやる上ではハードルを低くしている部分もあるので、そこはいいとこだなとは思いますよ、ね、うん、無料であるか有料であるか、知るきっかけ、ね、入るきっかけ作りには、うん、まあ、どういう形であれなってるし、うん、そこで自分を知るとか気づくとかっていうことはすごい見出すっていうきっかけはすごく作るのには、うんうん、みんなが来る学校にそれがあるっていうのは、うん、とっても大事なことかなと思うんです、ね、水泳がそうですよね。水泳ってあんまないんですよね、うん、アメリカとかね。アメリカどころかこんなに泳ぐの日本だけですよね。そうなんだ。あれはだってみんなに水泳教室行くでしょ、うん、あれはだからセントラルスポーツのマーケティングが天才的だったんですよ、うん、だってアメリカでは世界的に見るとそうではない。アメリカでは学校に体あの水泳もないですし、どこでやってるんですか。プールっていうのは贅沢な人がクラブでやるもんですから。学校にプールなんかないですよ。スポーツジム、そうです、ね、スポーツジム、ね、総合ジム強いですけどね、うん、強いのはそうなんですよ。だからそういう選ばれた人たちがクラブに行ってやるんですよ、うん、なるほど。だけどあれはだから水泳業界の日本のマーケティングが抜群にうまかったんですよ。前畑頑張れがあったからです、ね、あれ誰が何すごかったんだろう。セントラルスポーツ作った人なんですよ。そうです、あの人のマーケティング一本で、うん、
水泳は世界ではマイナーだけど日本でだけメジャーになったスポーツ、うんうん、ーそういうなんか優秀な人材がやっぱり来ていただけるってことがやっぱり違いますよね、運営する方とか、ね、そうですね、それと同じこといろんなことで起こせるっていう感じでやれるってことですよね。どうですか、これだけあの優秀な GM がいる中でヴェルディとして選手としてプレーしてますけども、スポンサーの方たちもいろいろ他のチームついてると思うんですけど、本当僕たちはチーム掲げてるのは立川から世界へっていうのを掲げてまして、で今年本当世界大会に行かさせていただいて本当ベスト4だったんですよね。ただその場面でこうチームが出ますよってなった時にやっぱチームの方に他の海外の選手からいや僕も出たい僕も出たいっていう連絡も来てるし、なんかそういう場面でこうヴェルディっていう名前が世界に少しでも一人でも多くこう広がっていくっていうこのきっかけっていうのは本当になんか他のスポーツでもそうですけど大事だと思います。そうですよね、はい、本当ビーチサッカーだけの世界で言うならばね、なかなかこう知ろうとする人たちが少ないのかもしれないけど、ヴェルディ全体で考えていくと世界でクラブで4位になりました、うん、業界的にはワールドカップでは4位ですからね、うんはい、すごいですよ。そうなるとねヴェルディにとってはなんか誇りを感じられる部分にもなりますよね、うん、あとスポンサー営業でもやっぱりこれだけ競技があるとサッカーにはスポンサーしなかった企業がやっぱり入りたくなるんですよ。へー、これすごくメリットで、やっぱりスポンサー営業してるとサッカー今までやったことないしあんまりスポンサーしなかったんだけど、うん、やっぱりアカデミー含めてこれだけ東京でやってるってなると企業としてもやっぱり関与したいっていう企業さんはむちゃくちゃ増えましたね。面白みを感じますよね、はい、企業も、ね、知ってもらえるものが増えるわけですからね。そうです、そうです、うん。